皆さんは海上自衛隊が誇る US2 救難飛行艇をご存知だろうか。アメリカ海軍ですらその性能に興味を示しており、実際視察を行っているほどなのだ。そんな US2 救難飛行艇が海上自衛隊に8機目の納入を果たした。今回はそんな US2 救難飛行艇について詳しく解説していこうと思う。2022年5月24日、新明和工業より通算で8機目にあたる US2 救難飛行艇が海上自衛隊へと引き渡され、岩国基地に配備されることとなった。今後は日本において海難救助活動に従事し、多くの命を救うことが期待されている。US2 救難飛行艇の諸元について掘り下げていくと、乗員11名、全長 33.25m、全幅 33.15m、全高 10.06m の大きさを誇るものだ。これは世界でも最大規模の飛行艇と称されており、最大時速およそ 580km、 巡航時でおよそ 470km、 航続距離も 4700km に達する。この US2 救難飛行艇の最大の特徴といえるのが、圧倒的な短距離着水を可能としている点だ。離水距離が 280m で、着水距離が 330m、 着水可能な波の高さも 3m と、世界の飛行艇に全く引けを取らない最高の性能を有している。世界9カ国にて採用されているカナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は、離水距離が 808m で、着水距離が 665m、 着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差は顕著に現れている。このような高性能な US2 救難飛行艇だが、残念ながら海外での採用例はない。というのも、US2 救難飛行艇は生産数が少なく、1機あたりのコストが120億円を超えているのだ。故に、世界の国々も容易に購入を決断することはできないでいる。その中でも、特に購入が有力視されていたインドだが、やはり、ロシア製の B200 飛行艇の方が、1機あたり75億円で安価と言える。性能は大幅に劣るものの、コスト面で、B200 飛行艇に、軍配が上がってしまうのだ。加えて、インドは、もともと、ロシアとつながりがあることからも、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると考えられる。だからこそ、いかに日本の US2 救難飛行艇が高性能といえど、ロシアの方が優位性が高いというわけだ。しかしながら、現状ロシアの生産性の低下は著しく現れている。それは言うまでもなく、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっており、 B200 飛行艇も例に漏れず、そのような問題の発生は否めない。とはいえ、インドは西側諸国のようにロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択していることから、二国間の関係は悪化してはいないと思われ、今後も価格面などで合意が取られれば、変わらず取引が行われるだろう。話を US2 救難飛行艇に戻すと、その外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプトなどは、前モデルである US1 飛行艇を踏襲している。この US1 飛行艇も、同様に明和工業が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで運用された。だが、この US-1 飛行艇も、オリジナルの開発とは言い難い。
US-1 飛行艇は、海上自衛隊が1970年に採用した PS-1 という対潜哨戒用に、新明和工業が製造した飛行艇がベースになっているのだ。その当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は、機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソーナーを使用する形式であった。しかし、その方式はすぐに陳腐化してしまい、当時、世界の対潜哨戒の分野においてトップを走るアメリカ海軍の手法が標準となっていったのだ。アメリカ海軍の手法というのが、機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法であり、これは1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対潜哨戒機において実用化を果たしている。だからこそ、海上自衛隊は US-1 飛行艇の調達を23機で取りやめ、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製のの P-3C 対潜哨戒機を導入することとなった。ちなみに、同機は、川崎重工業社がライセンス生産を行うなど、100機以上が調達されており、その後、海上自衛隊では、川崎重工業社製の国産の P-1 哨戒機を2013年に正式採用している。しかしながら、2020年度末においても、P-3C 対潜哨戒機44機の保有を継続しており、残るこれらを、海外の国々に対して払い下げる計画も浮上しているとのこと。また、P-3C 対潜哨戒機に代替されることとなった川崎重工業社製の P-1 哨戒機は70機前後を調達すると考えられており、2020年度末時点で29機が運用されていた。この調達数は、四方を広い海に囲まれている日本ならではと言えるだろう。これにより、日本政府は P-1 哨戒機を海外に売り込む道を模索していたが、有力視された国々の大半は、アメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機を採用している。武器輸出の規制緩和を受けた日本としては、どうにか販路の開拓を行いたい様子だが、やはり海外輸出の壁は高いようだ。PS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇と続く中で開発された US-2 救難飛行艇。この製造元である新明和工業は、太平洋戦争までこれらにつながる飛行艇の開発、製造を行ってきた。新明和工業は、前身である川西航空機において培われた技術やノウハウを継承しており、実際、川西航空機は、西機大艇の通称でよく知られている、西機大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍に納入している。太平洋戦争期、世界屈指の性能と評された、西機大型飛行艇は、川西航空機の菊原静臣氏を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に目をつけ、正式に採用するに至った。この菊原静臣氏が開発したのは、西機大型飛行艇だけではなく、局地戦闘機として名高い市電及び市電海を開発し、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師だ。西機大型飛行艇は、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れから開発されるに至ったもので、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が、水上戦闘艦の建造をこの間の軍縮条約等で規制されたことが発端となっている。この頃の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりに、航空機による攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというもの。そのことから、長大な航続距離を持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から
叩く戦術の実現を考えた。つまり、もともとは、型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めたのだ。だからこそ、飛行場を利用せず、海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発を掲げ、川西航空機は、この期待に応える形で97式飛行艇を送り出し、1936年に大日本帝国海軍に正式採用されている。国内で初めて量産された97式飛行艇は、4発の機関部を備えた大型の飛行艇であり、これをベースに、さらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手。その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に採用が決まったのが2式大型飛行艇というわけだ。2式大型飛行艇の初舷は全長 28.13m、全幅 38.00m、全高 9.156m の規模となっており、最大で時速およそ 470km の速さを誇り、航続距離は約 8200km にも達している。また、兵装として、最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だったとのことだ。